しい。いやすごいね。いやもうこれ流局でしょう。流局ですねこれは。対局開始。解説は引き続き杉本和夫五段、聞き手は私加藤でお送りします。杉本先生よろしくお願いします。お願いします。はい、この組み合わせとなりましたが、戦型は矢倉でしたね。矢倉でしたね、うん、まあ、まあ相居飛車になるかなと思ったんですけど、はい、山崎八段が割と普通に進めてますね今のところ。あ、普通に。お、怒りましたねこれ横撃止まりましたけども、あ、銀をやはり前に出していくんですね。ちょっとワールドに入ってますか山崎先生これ5五歩って取ると同銀、はい、ただそこで4五桂が効くかどうか。へで、どうですか。華々しいですね。飛車取りがかかってるのに4五桂と角取りをかけるということですか。はい、で角が例えば4四角と逃げたら5五角同角5六飛車みたいな感じでもうやっちゃう手はどうですか。やりすぎですか。いや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 、でも攻めになれば、はい、はい、4五桂勝負しましたね。おー、強すですよ。当たりましたね。これでも、はい、後手持ったら結構怖いですよね。切って5六飛車。5六飛車の局面は香車どっちか取れそうですけど、取ると5三銀みたいな感じで。5三銀、はい、結構飛車成られると痛そうなんで、はい、5四歩とか支えるんですかね。どちら持ちですか。いやでも僕は後手持って受けるのも結構悪くないかなっていう。加藤さんどうですか。いや私は攻め将棋なんですけど、でも後手持ってちょっと手厚くやりたい。7二金ってすごいですねスリルを楽しむ感じでね、はい、いやでも7二金は打てますかな。いやこれでもノータイムで打ちましたけどさすがの、はい、でもなんか、はい、ちょっと景色良くなってきましたね後手も。一時結構ピンチかなと思ったんですけど、先手の飛車を追い返して駒全部使えてきたんで、逆に後手がちょっとリードしたかもしれないですよ。あ、おーわー、おー、うん、すごい、さすがだな。いやーすごいね。いやもうこれ流局でしょう。流局ですねこれは。この手はすごいですね。やっぱリーダー対決ですからね。はい、もうなんか簡単に負けないぞというのがすごい伝わってきますね。うそうですね、うん、激戦ですね。いやこれも次歩成りが残ってますもんね。ですが踏み込みましたか。はい、あ、ここで一回もうお互いに時間がない中で決断をしていかなければいけない。そうですね、ちょっとどうなってるか分かんないですけど、はい、あ、先手が持ち直してるような。これ角が、あ、でもそうか、馬になりました。手厚い、手厚い。金取り逃げたい、手厚い、手厚い、で角取りにして、いやもう高度すぎますねこれはなんかでもどうなってるんでしょうね。金取られたら、はい、結構後手玉も2一金のような手で、ちょっと後手陣も危険が生まれたかなというところで、ああ、うん、これどっち取りますかね。飛車取ってる時代なのかどうか。いや悩みますね。おっと、飛車は大事と。次6九角痛いから、ああ、でも飛車取ったら冷静かもしれないです。後手玉が銀1枚だとなかなか寄らないですね。あ、そうですね。として金が敵玉の方へ向かっていってますが、まだ次がないんで、はい、これが多分詰めろですもんね。6九角がね、7八角成以下の詰めろなんで、はい、後手が一手が近くのなったかなと思います。はい、一回戻して、ちょっとでも嫌ですね。これどうなってるんでしょう。
先手玉が詰めばいいんですが、はい、もう7八角成やっちゃうと後戻りできないんで、あ、意外とそうか、はい、飛車なので難しいですか。どう詰ますんでしょうね。あ、でもこっちのルートでしたね。ああの同金取れるんですねこれ。あ、遠くから馬が効いてていや、リーダーさすがですね。対局開始。引き続きよろしくお願いします。お願いします。チーム山崎はリーダーが出てきましたね。うわ、来た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 来ましたよ。なんかよくわかんないのが誰がいる人だった青島さんが登場ということで、またこれもどうなるかですよね。はい、もう焦点が面白かった。そうですね、走ってましたねはい、でもなんか3人銀ちょっと怪しいげな、怪しい、なんか穴熊狙い撃ちって感じですねこれ。でもそこ関係ないですね、これ面白い状況ありそうですおお、これ1八香ってやったらもう挑発に挑発を重ねてどうなってるかっていう、はい、やっぱ山崎流ですねこれ。なんか自由だな自由だな銀冠にすれば普通だけど、1八香見た瞬間になんか2四銀とか襲いかかろうっていう雰囲気に見えますあ、でもこれ形決めない美濃囲い5二金で、いやあ、でも美濃囲いか、ここでもうこれは普通の将棋になりました。はい、穴熊をさせないっていう、青島さんに穴熊させないっていうのは相当なすごいことですよねはい、お二方ともかなり個性の強い、そうですね、結構はい思うので組み替えましたね。本当に柔軟で、あ、どっちもありそう、どっちの地下鉄が早いかみたいな感じですか分かんないですけど、場合によっては。結構このフィッシャーで時計バンバン叩くの気持ちいいですよね。なんかあんまりマナーとし自分も結構強みに叩いちゃうんですけど時計は優しくて押しましょうねと習うんですけど、やはりつい力がこもってしまいますよね、はい、そうですね、1二歩一発手筋ですね。これはどうしましょうね。8八歩で勝負できればいいですけど、同香1五香で、そうですね、同香1五香で、お、橋、でもこれもう角取らせる感じもあるんですね。そういうことなんですね。あ、回りましたね。飛車には飛車、これお互い先ほど言ってた地下鉄がどうのこうのっていうのでお互いもう地下鉄飛車でどっちが早いかっていうところではい、あ、同飛車3六同銀3五角は見えてる。さすがですね、かっこいいねこれは。うわ、いや、国士もそうみたいなって食らったよ。いや、逆に食らった激痛に見えます。すごく痛い技が綺麗に決まりましたね。そうですね、この後ただし飛車は、そうですね、これもう飛車が取れることが確定してるんで、はい、先手はここで銀を取れば銀1枚得できるんですけど、それ以上に、はい、例えば先手玉があの危険な状態、飛車を持たれたことで例えば1六飛車打ちとかが詰めの金取りになったりとかあるんで、はい、まあ、先手は飛車だけは渡したくないとこだったんですよね。いや、すごい攻め方が勉強になりますね。二枚飛車にこんな追いかけ方をされるなんて夢に出てきそうです必死に頑張りますね。5九、うん、でもこれはなんか4八飛車成から、はい、即詰みがぴったりありそうな、ああ、着実に、着実にですね。なんか確か詰みもありそうなんですけど、どうなんでしょうね、詰まさない方がいいのかな。4七金で、あ、5八金か、あ、まあでもこれもきつい。ああ、うん、でもまあ今の天の仰ぎはでも詰みそうですよね、常にね。これで金取ってぴったり、金取って、そうか、す
リーダー強い。見事ですね。